まあこう伸びてるね。これはこうで、これが入り身のあのあれなのね。こう伸びてる時、伸びてる時はこれ行かないとこっち来ちゃう。うっ、ふり。だから伸びてる時が一番あったんだ。これだけ暴れるわけ。だからこれが今度は少しこうなってる、こうなってるでしょ。大概こうなる、こうなる。これはもうダメですね。これを下ろしてください、これを。そして楽に姿勢を取る。これで向こうへ出っ張る。だから、いかにこうなるっていうのが弱いから。これは、非常にまっすぐだから、これもいけないですね。これもいけないですね。押す。今度は、反動を使う。向こうは浮く。こうパッとね、浮かさねえか。ペッと浮くと。これは難しい。ね。これをただ押さえてもいいか。こういってもいいか。これヒュッとこっちの、この手でヒュッとやるとね、向こうは必ず、ワーンとこう浮いてきます。ヒュッと。ね。ここへくっついてくるようになる。相手の体がピュッと突っ込んだ。そこで初めて、よし倒せるやろ。これ力を流さないかですね。こういうふうに肩上がったいか。これを下ろしてください。そうするとこれだけ違うんですね。だから、これが、こう、こう、これ違うんですね。それで、はいはい、押す。投げられるんですね。だから、向こうがやはりこう頑張って、これじゃ腕なんですね。これ落とすんです。そしてこう入ってくる、入ってくる。だからこれはそのなかなかねできませんから、大概ここで突っ張っちゃいますから、それを注意して、こう向こうから飛び込んでくるようにね、やる。こうなってもいかんし。そうかといって自然体にフッとこうなる。これでもう入ってる。あらんけあっで倒れる。だから自分の土台をしっかりする。あらんけしっかりしとくということね。これが一つ大事。だから、こういうふうに持ってても、はい、あらんけあらんけこれをうっと曲げた場合をやってみた。これはこう持って拳がちょっと待ってください。離して。こうなってますからね。こう。これぐっとこう肩が入らないから。同時にこれが流れない。そこのところが難しいと。うんうん。こっちも入れば。チェック。これやればいいわけですね。だからその。肩をずっと、そういうふうなこうリズムを、これが上がってもいかんし下がってもいかん。だから一緒にこう下がれる、これ動かんようにね、こういうふうにこう同じでしょね、この向こうの膝と曲がり方と。だからこっちをこう下がれば、こうなる、座ればね、これでちょいってやるです。ということができるわけね。だから、全部、相手と一体でなきゃいけない。ずっと。だから、これを早く、キャッってやると、今のように、キャッと。これで動けるんですよ。ね。倒れる。だから、もうちょいと崩れればどっちでもいい。今もあるね、こう持ってるやつ、おっと、これで倒れるわけですね。でこれを下へ、これも倒れるわけですね。だから肘の動きっていうのがこれは非常に難しい。それで肘を動かそうとするともこう頑張る、ね、それに乗らないこれ乗ったわけ。だからそこが入り身の難しいとこね。こうしてね、こうで中心、これが中心の力。
ってこう持って、うん、ブン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 、はい、みんな僕にくっついてくるからね。やるやるやる、肩もそうですね、入り身は。うわいきますね。これができるようになるね。これ今稽古の時はみんなやってくれますけどね、本当に持たれた時にはなかなか入れないじゃん。でどういうふうな習慣の力が出ないとかね。でね、だからあのその瞬時のあっしょっしょっしょこれだけ踊るんですかね。